問を LINE すんじゃないの一気になって他にくださいよ。そこいますけどいいんですか。いや入ってくる可能性あるもうちょっと待つか。いや大丈夫です。今あのちょうど今あそこ晴れきれいにしたとこだからよいしょ。お前のツイッターに来たの。ツイッターに来た。あ、アブさんじゃん。いちごのアブさん。そう、うん、何シーズン始めはいつも左肋骨が痛くなります。今年はいつもより腹筋側が痛いです。スイングイメージ変えたからですか。唐突な質問ですということで、前の方だったらまあちょっと分かんないけど、うん、この脇腹に近い方だったらヒビとかね、うん、そういうの入る人多いからね、うん、だけどまあ呼吸して痛くなかったら問題ないけど、一回でも病院でレントゲン取ってもらった方がいいと思うよこればっかしは何とかして治るとかいうもんじゃないからやっぱ一回ちゃんと診断してもらって、はいはい、でまあ、別に骨に異常なければ、うん、あのね、練習できるだろうし、うん、これはあの俺がうぬん言える回答のものじゃないから一回そうそうそう整形外科行ってそれなんであの、ね、スクリーンショットで送ったそういうことか。そう一回あのちゃんとした整形外科でレントゲン撮ってもらって、はい、調べてみてくださいってことだね。はい、はいはい。続きまして、あちょっとじゃあ俺もインスタの方で来たやつね。1点お聞きしたいのですがって、これね、ヒロさんって方ね。グリップの下巻きはその都度変えないとダメなのでしょうか。グリップにはノリがついていると思うのですが、いやテープだね。はい、うん、ほんとね、変えない人もいます。いるの？そのままブッキとそのままズボッて刺し、あの、そのままついてたらと、うん、全然大丈夫ですよ。大丈夫。ただ俺、僕的には作業的にはやっぱ完璧主義者だから。いや、それはどうか知らないけどそれはどうか知らないけど一応全部取ってる。それはどうか知らないけど僕必ず全部変えてますよ。そのままズボってやってるのはミニクラブぐらい。ああ、やってるでしょ。うん、よし、じゃあまあ問題はないですよ。問題ない、そのままやっちゃってください。でも滑りは良くないかな、ちょっと。多少ね、でも問題なきゃないですってことでいいね。はい、はい、ただなんか気になるんじゃないです。気になっちゃうから僕はもう、だからとその選手がその試合に行くのにそのいや選手にはやっちゃダメだよそんなとか。やってないやつでも、うん、やったとこを見たことはある。だからいや、だから自分でやるのにめんどくさいから、うん、やっても大丈夫なのかっていうこと。大丈夫ね。はい、はい、続いて支配人さん。教祖小暮さん、いつも配信ありがとうございます。最近アイアンのクラブヘッドが重く感じます。何か対処法があればお聞きしたいのでよろしくお願いしますと。アイアンのクラブヘッドが重く感じます。感じる対処方法、うん、重く感じていいんじゃないの。逆に調子がいい証拠なんじゃないですか、重く感じて。いやダメでしょ。なんで重く感じちゃダメ。俺重く感じた方がいいの。俺全然ダメ。お前920重いから全部鉛剥がしてもらったろ俺。あれでもまだ重いんだから。そういう重い感じね。そう、重くなっちゃう。クラブヘッドが重いんだよ。だからシャフトがふにゃーってなっちゃうからもう余計重く感じる。俺はね、まだ違うとこから喋りさせて。やだそう、一緒にしないで。タバコ捨てた。あるわ。あの、今まで使ってて平気なのが重くなったと思うんですよ、僕のその感覚で言うと。今までは平気だったんですよ。宮下さんみたいに変えたクラブが重いくて体を離したじゃないと思う。あー、そう。予想、僕の回答はね、うんうん、うん。じゃあどうすんの。短く持つ。あ、短く持つね、うん、うん。でもね、僕思ったんですけどね、短く持ってる打つ人少ないですよね。俺は全部短く持つよ。いや、手があれだからこういう持ち方なんでしょ。違う違う、全然アイアンなんかこのくらい開けるもん。へ、だ俺でも長いじゃん
いちいち文句言いますよね。長いからあのいっぱい持っちゃうとやっぱちょっと肘以降余っちゃう。関係ないから。いや関係あるか。関係ない。関係ある。こう浮いた時にピシッとくる。じゃあなんでドライバーが長いんですか。いやドライバーだって短く持つよ俺たまに。スタって長いじゃん。なきゃ。ドライバーティーアップしてんの。だって下からパーンって跳ね上げてもいいの。アイアンは下落ちた瞬間当たらない。だからできるだけ短く持ってる。まあっていうのとあと俺のアイアン重いから。僕ないっつうの。いや重いのクラブヘッドが。そんな腕しててさ。本来だったら D2 でやりたかったの。D5 あるんだろ全部。剥がしたから D5 ないって。いやあるあるある。あれ剥がして。あうん。じゃああれ貼ってたらいくつだったんですか。D5。だからす。はじゃあ剥がして。はい。剥がして6番と7番だけ D4、はい、はい、であとのやつはあの鉛ついてなかったからもうそのまま、あだからもう D5 点何本いいじゃないですか、だから重いってだから短く持ったっていうのと同じってこと、ね、はい、そうそう、ちょっと短く持ったらバランスが軽くなるから、だっていちいちさカットしてさまたやり直したってさ一緒だもん、違うヘッド削るとかさ、ヘッド削る、そういう人もいたじゃん、いるじゃん、まあ削ってもいいですよ、でも基本短く持ってくださいだよね、うん、ただなんかまた違った感覚を得られるんじゃないですか、うん、まあそれそういうことだよね、うん、対処法としてはちょっと短く持つがいいかなと、うん、はい、続きましてあきら木原さん、久しぶりに質問します、私は69歳の老人です、60歳、ね、まあ、老人って言わないね、もうね、うんうん、年々飛距離が出なくなりました、そこでいろいろと振り方を研究しています、いわゆる左腰を切る振り方ではスイングスピードは大して上がりません、地面反力スイングでやっていこうかと思っています、小暮氏の、地面反力スイングを観察して気づいたのは左膝を曲げる動作でバックスイングされているように感じました、左膝の屈伸の力を利用しようと意識されているのでしょうか。嫌なとこ見られてんな、いやこいつはビンビン系だからもうそういう動きになっちゃうんだよね、なっちゃうし、うん、なんだ左膝の動きはね今すっごい試行錯誤してるんです、いやお前を左膝動かさなかったら全然触れない、でも動かし方はちょっとかっこ悪いんですよ、いやまあそれはしょうがないってかっこ悪いのはしょうがない、もともとかっこいいんだいうわけじゃないんだからさいやいや、まあでもそういう宮瀬さんには言われたくない、そのかっこ悪い、いや俺今かっこよくなってきてるから、いやそれはないの屈伸の力を利用されちゃうと意識しているのですか、意識しなくて動いちゃうんですよ、だから立ち悪いんだよ、あんたね、ちょっと動かないよりはいいと思ってますけど、うん、ちょっとね左さ体硬いですからね、左膝を曲げる動作でバックスだから要するにこういうことですよ、これでバックスイング上げてる見えちゃうんですよ、僕は本来だったらこう来て最後にこうがいいんです、いやいやそれは無理だお前の右手とお前あの左膝は繋がってんだもう右手が上がった瞬間に左もうこう上がるような顔ってね、なんかこうやってねいやでもお前そこまでこうやって入ってこないから大丈夫、え、そう、うん、俺の悪い時はこっち入って左肩が下がるからこうなるもうまあ多いと思うよ、アマチュアの人多い人、ね、右膝がこうやって入るのはいいんだけど、はい、入ったこっち側に入りすぎちゃって前に出てこう入るから、はい、左肩がこう一緒に落ちる、そうするともう、そうしかない、こういう動きしかできないから、はい、だからできるだけ膝の高さは変えない高さでヒールアップしてから踏み込む、なんかできたら最高だよね、できないよねなかなかね、まあでもその辺注意しないと本当に左肩がこう落ちたら、そうですね、うん、痛くなっちゃうんですよ、うん、こうやってね、まあそういう癖あるもんね、もともとね小倉はね、そうまあでも意識はしてないのね、勝手になっちゃう、なっちゃう、勝手になっちゃう、うん、っていうことです、勝手になるらしいですということでね、はい、はい、
続きまして、でもちょっと待って、でも69って言ってもさ、昔のさ、20、30年前の感覚の60、全然違いますよね。いや、69歳は69歳よ。いや、あのね、昨日一緒にラウンドさせてもらった人方、僕初めての方でね、69歳だったんですよ。うん、トップも入るし、あ、69歳ってでも頑張るなって同じ地位でやってたんですよ。うん、まあ、それはすごいね。うん、だって今までさだって69だよ、そんなこと言ったら。あ、若いですね。だからまあ昔よりはね、それは栄養あるからさ。うん、それは若いだけど。年齢言っちゃっていいんですか。いや、知ってるよ、もう前から言ってるよ。あ、そうですか。うん、だからまあもう69じゃもう老人と言わないよね。69ぐらいで初老っていうぐらいな感じだよね。老化が始まるぐらいな感じだよね。今の感じだと。そうですかね。うん、俺じゃあどうするんですか。もうもうお前初老だよ。まあいろいろ研究して やられてるってことでいいんじゃないの。うん、まあ道具いっぱいあるんで。うん、はい、ということで続きまして、トルイシさんっていうのかな、208番踊る阿呆ですと。あ、徳島の方かな。競争のアイアンはよくマンアップライトって他の、方に言われてますが、実際テーラーメイドの来角と水野の来角、小暮氏の AP2 と水野の来角7番あたりで比較してみていただけませんか。時間がある時で構いませんのでよろしくお願いします。俺そんなアップライトじゃないからね。いやいや、だから前のアイアンですよ。いや、前のアイアンも普通だから。だから他のアイアンがフラットすぎるんですよ、逆に言うと。他のはね。で、水野のアイアンとその僕の AP2 のアイアンの比較って言ってももうね、ひねっちゃってるんですよ、標準じゃないから。え、どういうこと。あ、もうだから比較できない、もうひねっちゃってるから。じゃあだからあの M2 と、うん、あ、そう、 M2 はだって全然来角調整してないから、うん、あれが市販と同じってこと。注文ってきてくださいよ。だから俺のだから920と比べればいいよ。じゃあ僕の水野なんですか。うん、水野との AP2、うん、あのあれね、 M2 なの。 M2 なの。あ、そしたら僕の水野絶対水野の方がフラットだから、でこっちか。そうか、僕の7番で合わせますよ、絶対に。うん、バッテリー、あ、もうつけました、もう満タンなってたんで。で、当たるぐらいじゃないですか。で、これで当たってるよね。うん、うん、これだけ。どんだけ好きなの。約3番手。3番手アップライト。アップライト。よし。あ、OK。ということで AP2 いいっすか。うん、で AP2 もでも僕 水のぐらいフラットす。そうでしょ。はい、だから俺のだからやっぱりその市販とのアップライト差は3くらい。僕の水のとは3番って。3番でも僕のもちょっとフラットにしてるから。ああ、そうか。まあだから普通のあ、まあアップライトがだからこれ普通がこれなんだよね。はい、何度ぐらいなの。3番あのドアもあのメーカーの表を見てほしいですよね。まあでもうちのあれでいくと3番って違うってことね。うん、でもね、ほんとうちはあれですよね、数値じゃないですからね、打って決めますから。まあもちろんね、うん、っていうのもまあ、 あの実際測ってみたらそんな感じですっていいかな。はい、はい、続きまして、
なあちゃんさん、いつも楽しく拝見させていただいてます。質問なんですが、ジャンボ亭で使っている練習球は何を使っているんですか、またそれは提供されるものなのでしょうか、これからもトリッキー動画楽しみにしてますということで、ボールは基本的には本球で、今ちょっと球数が多いのがブリヂストンさんが、うん、まあ、あの提供してくれて、うん、あの練習ボールだよね、うん、を使ってます。まあ、あのそれ以外にも、ダンロップさんのスリークソンだとか、いうのはタイトル、あとタイトルね、うん、この3種類かな基本ね、うん、テーラーだから、昔のテーラーもちょっとまだ残ってる、残ってるね、まあ、でも今弾いてるっていうことで、まあ、基本的には提供で、やっておりますということね。はい、続きまして、ジャスティン・マルボーズさんですと、いつも楽しく視聴しております、質問です、グリップはどれくらい余らせて握りますか、私はギリギリを持つのに慣れてしまって短く持てません、距離を落としたい時だけ短く持ちますが、分かっていてもトップするか右に抜けてしまいます、教えてくださいということで、どのくらい余らせて握りますか。僕はどこでいいですか。僕はこんな感じ。全然に余らしてねえじゃん。余らしてますよ。これ僕だからここだから多分こう握るんでしょうね。こうやって握っちゃうんでしょうね。いや短く持てないってだけじゃないの。え？こんな感じ。俺もっと短く握る。宮下さんだつわじ隠れちゃうよこうやって。いやそんなでかくねえよ。俺このくらい、普通の時でもちょっとそんな短いの。短い。へえ。もうマンあのショートホールとかでマン飛ばししたい時はこうでティーちょっと高めにしてスパーンってあのランが出るアイアンショットを打つ。結構ねスパーンとかスパーンとかそしたらあるじゃん、効果あるじゃんあれね、もう一回聞き直してもらって巻き戻してやがましいや短く持って、まあ、どのくらい短く持つかってことだよね。いやもうだってそれさ、例えばさ、うん、つま先上がりだったらさ、俺このくらいに持つよ。いやそりゃそうでしょ、こうやって、うん、こういうライだったよね、うん、こうやって持つ、そうやって持つし、やっぱ開いて構えるし、うん、バンって上げるし、うん、まあ、だからまあこれは慣れだよね、うん、慣れっていうかいろんなところで打ってみる必要あるよ、ね、そうだから1個のグリップだけじゃないですからね、うん、だから名刺は1個かもしれないですけど、練習からもいろんなグリップ試してもないと、うん、だからまあいろいろ普通は できるように、うん、あのいろんなあれね、試してみてくださいだよね、長瀬ね。はい、続きましてバブルス君、今日も楽しかったです。競争の確率の話は本当にその通りだと思います、飛距離についてです、私は青ティーの競技ルールだとアベレージ82から83ですが、ちょっと待ってね、ちょっと待って、うん、どうしたの、チャリで行ったんですか。うん、だからなんか声張ってるんですね。そうだよ俺フルバックになるとアベレージ85から87まで落ちます。ここで質問ですが、プロゴルファーの方は総ヤード数が300ヤード、うん、1ホール平均16ヤード短くなるとどれぐらいスコアの変動があるのでしょうか。300ヤード短くなるとってことでしょ。もうだから7500でやってたの、うん、7200になるってことだから、うん、いや7500の7200は相当違いますよ。違うよね、相当スコア違うで、7200から6900はそんな変わんないかもしれない。あ、だって番手が違うもん。そうだよね、だって、うん、あの中日クラウンズの和合なんていうのは、うん、まあパー70だけど、6800ぐらいだもんね、うんうん、だってあの難易度だから、グリーンとグリーンのね、あのコンパクションとか硬さとか、うん、グリーン周りのラフだとか、うん、それによって変わるけど、まあ、まあ簡単に言ったら、うん、もう300ヤードが短くなれば、うん、まあ最低でも1ストローク2ストロークは変わるよね、うん、最低でも変わると思いますね、はい、プロのレベルだったらね、下手したらもっとだよねだからでも調子いい悪いもあるから、まあ、平均取ったらでもあれじゃない、やっぱりで、だから要するに簡単に言うと予選カットのラインがその1段2段って変わるんじゃない、そんなもんじゃないですか。
まあ、距離だけのことで言ったら、距離だけのことで言ったら、うん、ワンストロークツーストローク、勝手な想像ですよ、うん、まあもちろん想像でつってもワンストロークツーストロークですよね。いきなりカットラインがさ、いきなり300ヤード短くなったかってドーンっていきなり上がるわけもないですよね。いや分からない。 でも平均だから、いや分かんないですよ、これだって仮想の話だから。だから変な話、あの中日クラウンズの和合のグリーン周りで7500でやったら乗らないわけじゃないですか、うん、そしたらすごいスコア悪くなるし、うん、これ300ヤードってさ、例えば、うん、例えば浜野の青と白だと300ヤードぐらいある、うん、白と青バックと、じゃあだから300ヤードって言ったら1ホール何ヤードってこと、16ヤードもっとあるか、もっとあるもっとあるか、プロの、だからプロの話で話してるわけですけど、そう、うん、どうなんすかね、コースによりますけど。だってさ、なんか YouTube でさ、プロがさ、うん、赤から回ったら58が出るのかとかやってるけど、うん、結局出ねえじゃん。だからそこまでは変わらないけど、でも300ヤードだったら1ストローク2ストロークは良くなる可能性はありますってことにしよう、うん、そうあると思います。そうそのだから要するに100人でトーナメントをやって300ヤードしてどうかの話で話させてもらったら4ストローク2ストローク、うんうん、トーナメントの平均セッティングでね、うんうん、まあそうです、一番最初に言ったのはそうだよ、7500ヤードで7200ヤードにしたからしたら1ストロークぐらいしか変わらないと思いますってことだよね。これが7000ヤードだったのを6700ヤードにして男子がやったら、全然それは全く変わってきちゃうよね。全く違う、もうロングはもうイーグルトライしちゃうし、うん、まあそのくらいにしとこうか、また変わることは変わりますってことね。だから、でもそのさっき、ね、そうか、これ答えないからね、この会話ね。うん、だって、あの、ヤベレージ取ってみないことにはわからないんだ、うん、でも間違いなく距離が短くなったら、それはショートアイアンで打てる確率が上がるんだから、うん、それは確率は、あの、スコア上がる確率は増えると思うよ、プロのレベルだと。余計に確実に増えますね、はい、ど素人がやるわけじゃないから、はい、っていう回答でいいかな、はい、うん、続きまして、パット・ケイシーさんっていうのかな、いつも楽しく拝見してます、ケイシー、飽きてませんよ、最高です、ドライバー5番ウッド、待って、飽きてませんよってさ、さっきこれしちゃったけどさ、何がもうやめようかって言ってんじゃん。いや、やめようかじゃなくて、もう2本出すのはもういいかっていう話じゃん。もう、ま、いや、もうちょっとしたら2000本なのよ、トータルに。そうトータル2000動画が上がるから、まあ、そこまで上げてるのは今までないのよ、ゴルフね。でもね、うちのチャン、このジャンガーチャンネルが一番上げてるんですか、本数は。マジで視聴は大したことないけど、本数は上げてる。そりゃそうだよ、だってもう4年もやってんだもん。マニアックなあれチャンネルですね。そうなんだ、本数だけは強烈。そういや、その中には小暮がビールだけ飲んでる映像とかもあるよ。そういうの言わなくていいですよ。最初の方にね、あるけど、まあ、2000の動画上げてきましたと、はい、いうことで、まあ少しちょっとこうお休みじゃないけど、うん、こうインターバル取ってもいいかなって俺は思い出したわけ。でもさ、夜寝る前のさ、寝る前にちょっと一杯飲みながらルーティーンの人いるんですよ。まあね、でもそれが1分で終わっちゃった。ルーティーンが1分で、もう最近短尺動画ばっか作ってくからね。まあだからその1日2本だ3本だって上げてる時期あったけど、うん、まあそういうのはもういいのかなと思って。だからまたあれしましょうよ、ここでどんなのが、あ、そうか、前もやりましたっけ、どんなあの欲しいか。いや、まあでもやっぱりラウンドが見たいっていうのが多いんで、でも俺ラウンド行けねえじゃん。行きましょうよ。だからお前さ、簡単に行きましょうよって言うけどさ、ここのジャンボ亭を守んなきゃいけない立場にあるの俺は。お前みたいに、いや、グルフィー、明日グルフィー行ってきますとか、そんな行けるんだったら、ね、じゃ早朝行こう、早朝、起きれないから。いや、起きれなくない。俺はお前より早く起きてるっつうんだよ。早朝行きましょうよ。いや確かにね、ゴルフ行きゃさ、それだけそれさ、ワンラウンド取ればさ、はい、それは5本ぐらいの動画になるから、うん、それはね、あのプラスにはなるけど、やっぱりそんな簡単に開けられないんだよね。だって去年ですら2回しか行ってないんだからね。だからあの小手橋カントリーしか取れないのよ、俺は。小手橋カントリーもう俺と思っちゃったよ。
無理なんだから小手足カントリーは。いや小手足カントリー回っときゃ、まあ、だってあのゴルフ場なんだから。まあだからちょっとねタイミング見て本当一回行きたいなっていうのはあるんだけど、まあ、4月中に行ければなって言ってるけどね、まだだって4期生もだってまだ数人入ってきてない人がいるから、うんうん、まあね俺も本当回りたい、もうさすがに回りたい、しかもエアレーションしてる最中に回りたい。今朝倉エアレーションなんですよ、ね、まあそだってやりたいけど、まあまあね、ラウンド動画多く撮れたらね撮りたいなとは思ってる。まあでもその1日2本だ3本だって出すのはもう正直俺も疲れたよ。疲れたで視聴が3000回になってきた、3000回になってきちゃったから。まあでもねやっぱジャムさんの動向を知りたいだとかね、うん、あのプロの打ってる姿見たいとかいう人はいるだろうからね、うん、まあ、あの完全にやめるっていうことはしないけども、まあ、本数がちょっと多少減ることがあると思いますけども、まあ、できるだけ1日1本上げれるように頑張りますということでいいかな。ということでこのねケイシーさんの質問ね、はい、ドライバー5番ウッド3番、H って書いてあるけど何だろう 3H って3のハイブリッド、ハイブリッド、あで4番アイアンから11番アイアンでウェッジが2本というセッティングで上の方のクラブの間の、飛距離差に関して質問です、はい、5番ウッドが18度で205ヤード3番ハイブリッドが19度で205ヤード同じやん、うん、4番アイアンが21度で185ヤードアイアンは以下10ヤード刻みなのですが 3H と5番ウッドの距離が、近くて、もしくはラウンドでは短い分ミートしやすいハイブリッドの方が飛距離が逆転してしまうことがあります、これは5番ウッドのセッティングが私には合っていないのでしょうか、また4番アイアンと3番ハイブリッドの距離差が大きいと思っているのですが、4番アイアンの上は4番ハイブリッドを入れるべきなのか、スチールシャフトとグラファイトシャフトの差によるものなのか、私がただ単に下手くそだからばらつきがあるのか悩んでます。クラブメーカーは全部父からお下がりで、ウェッジ以外はほんま、シャフトはアイアンは NS プロの 950GH、ウッドとハイブリッドはほんま純正のグラファイト、フレックスはすべて S です、長文にて失礼しました。お二人にご考察いただければ幸いですということなんだけど、どうなの距離的には。まあ5番ウッド18度で205ヤード3番ハイブリッドが19度で205ヤード、うん、これがあんまり変わらないんだけど、うん、っていうことなんだけど、単純にパッと思いつくのが、あの 3U3 のハイブリッドを4のハイブリッドにする、うん、ですっていうのもありますけど、うん、5番のウッドの205ヤードが飛んでないのかなとは思っちゃうな。 3のハイブリッドの19度の205行くんだから、うん、5番ウッドはまあな18度って書いてあるけど、うん、もうちょっと210ぐらいは行ってもいいよねって話だよね。もうちょい行ってもいい、210、うん、それは何だろう、クラブなのかそれとも打ち方なのか、うん、そう3の10だからクラブも分かんないですけど、うん、パッと見3のユーティリティで205なんだから、クリークはもっと飛んでもらいたいですねっていう考えね、このセッティングからすると、ね、うん、すぐ何か買ってくださいとか変えてくださいってあんま言いたくないんで、うん、まあ、ちょっと飛ばなすぎなんじゃないですかっていう見立てね、見立ていくらなんでもね、そのだからミート率も悪いのかもしれないし、うんうんうん、クリークのそうですね、うん、でまあ、あと4番アイアンと 3番ハイブリッドの距離の差が大きいと思ってるのですかっていうのは、うん、やっぱ 3H よりも3ハイブリッドよりも4のハイブリッドの方が逆にどうですかってことだよね、入れた方がいいんじゃない、だから距離の差がな、あの幅がなくなるってことでしょ、うん、そう、でも3のハイブリッド短く持ったり開いたりすれば距離コントロールなんていうの落とせるんで、だからすぐさっきも言ったけど買ってくださいって言いたくないんで、うん、そうか、まあそれぞれいう打ち方もできるしね、そうだからあと4番アイアンで飛ばす練習、うん、練習方法で埋めれますよね、うん、まあただ気になるのは5番とか飛ばなすぎてるんじゃないかってことね、小暮のね、この文章聞いた感じだとね、うん、そう、5番ウッドもっと飛ばす練習、うん、もっと振る練習してもらいたいですね、うん、これはまあだからクラブとか
の原因はまあちょっとわからないかな、うん、ウッドとハイブリッドは本間の純正グラファイト、うん、全部 S ですって書いてあるだけだから何とも言えないけど、うん、まあもうちょっと5番ウッド飛ばせる練習をしてもらった方がいいかなってことね、うん、いっぱい練習してもらいたいです。多分予想はあまりで5番ウッドってねみんな練習してない気するんですよ。勝手な予想だって見たことないんだもん、うん、ドライバー打ってるか宮下さんみたいなタイプ。いや俺はだってウッドはウッドの日って決めてるじゃん。9番ウッド7番ウッドクリーク持てて打ってんじゃん俺は。あんまり見たことないんだな。え、いや俺全然打つよ。そうだって俺のクリークはだってねスプーンと兼用じゃん長く持ったらスプーンだし短く持ったらクリークじゃんあれ便利よね。あれ46インチのいいでしょ。あれ、うん、やかましいよそれあれ俺だから球当たるんだよあれ普通じゃ当たんないよ46インチのクリークなんてそれか打ったってお前150ヤードぐらいのもう老けた球しかならないからねあれうまいこと長いの作ったよねあれ。俺ちょっとドロッパーだからちょうどいいんだもんね。そうそうそう。っていうことでまあちょっとクリークの打ち方だけちょっと研究してみてくださいっていう言い方でいいかな、はい、ちょっとかぶしたりね右足に置いたり、うん、っていう感じかな。よし、という感じで以上かな。おっ、うん、あチェックしてくださいよ。あとあれだ、あの三好さん、三好さん、はい、アプローチ上手ですね、近頃アプローチが右に出てスコアに、縮まりませんと、ボールを一つ二つ左に置くと、フックになりシャッターのしすぎなんですかね、それともバックスイングがインサイドに上がっているのか、練習場ではシングルなんですけどと、うん、いうことで、なんかありませんかみたいな感じだったんで、はい、一応今日龍太が片手打ちでやってるね、はいはい、あの動画を載せたんだけども、はい、安藤さんじゃない、あの三好さんも言ってるように、はい、アプローチに関してシャッターフェイスは危険、深く入りやすいし、かぶりやすいから、うん、なぜかっていうと、ショットの時はこうやってかぶっても、左サイドが抜けてくれば、まっすぐ当てることできるんだけど、アプローチって、こっからここの動きじゃない、結局、この動きの中でシャットにしちゃったら、もうかぶりがそのままかぶりになる、だから、できるだけアプローチとかバンカーショットに関しては、オープンの方なが、俺の見解ね、もう長年やってきた俺の見解は、オープンの方のを作れる人の方のがうまい、うまいよね、明らかに。開ける人、うん、だからできるだけアプローチに関してはシャットにならないように、皆さんやってみてくださいということで、まあ一応あの龍太がね、うん、あの右手一本でこうやって芝でこう球を集めてる映像をこそ撮りしたから、うん、まあ、それ見てもらえればちょっとこう柔らかいイメージ、うん、で特にあれ見てもらうとあんなに手首使うんですかって言ってんだけどみんなね。で俺なんでみんな手首使わないのと思う、うん、だから特にうちのアプローチって言い方おかしいけど、はい、もう結局はこの場でこれができればアプローチできるんだ、はい、だからこれはあのまだ動画上げてないけど鋭角に入りすぎだよって俺の動画でブチブチ言ってやがるけどまあ確かに上から入りすぎなんだけど俺はね。でももうこういうねこういうバックスイングでやるアプローチじゃないからうちのアプローチは、ね、もうこれでアプローチできなきゃいけないよっていうアプローチだ。だからこれをやるためには柔らかく使うしかないよね。こうやって。だから俺こうやって打ってるよ。俺こうやって受け打って。いや、うっせ打ってないけどあのねここで浮かしてるから。まあ、あれが俺なりの頑張りなの。この柔らかく使う。あれ頑張ってるんですか。うん。だから低く長くしようとすると手がいっちゃう。ああ、そう。じゃあダメなの。やっぱりもうここで一回上に上げるんだよ。ふって上げたら角度できるから。いや、こう上げるんだよ、だからね。いや、そういうつもりはないけど。あれ必死こいてあれなんですね。そうよ。だから必死こいてもこのイメージ。だからこういう動きはいらないんだから。もうちょんっていうアプローチなの。特にこれもうこれでいいんだから。これ曲げたらちょっとこうくってね。っていうことで。いや、まあ、ちょっと喋らさせてよ僕。ない。そういうことでしょ。いやいや、三好さんのね、そのね、アプローチが右に出ちゃってっていうのあるんですけど、うん、あの単純にオープンに構えればいいと思うんですよ。スタンスをね。うん。うん、で、みんなね、みんなじゃないですよ。すみません、今みんなはって言った。あのショットに関して目標方向に正しく構えればって言うけど、俺ショートアイアンほど正しく構えれば曲がると思うんですよ。だってあのアプローチに関してはさ。
こうやって例えばゴミ箱に物投げるのって何こうやって入れるのってこうでしょと、うん、ってことはアプローチだってオープンでしょってのがあのヘッドのコントロールはしやすいよ、ね、しやすいですよ、だってその場なんだもん、それはだってこうやって打たないの、まあ、アプローチはまっすぐ構えるショットもまっすぐって吸盤やん、えピッチング PS でまっすぐ構えてたらそれはねえちゃんと体使わなかったらパクっていくし左行くよね、それ嫌がったら右行くし、うん、ねえ見やすいしその100ヤード、うん、まあ、 あのオープンに構えた方がいいですよってことね、ミュさん、いやいや、あと試しに試しにね試しに、うん、まあ、あとはもうシャフトはあのできるだけアプローチに関しては、まあ、シャフトこれさっきのね、あのちょっとすいません、あの三好さん の、 そのアプローチに関してはオープンだけど、あと他のショットに関しては三好さんじゃないですよ、うんうん、あのいや、まっすぐ構えたがる人が多いって言っただけでしょ、そう、まあ、あの多いよね、まあ、そういう教えだろうが、ね、ああ、そう、うん、まあ、クローズにしてみたりオープンにしてみたり、だって打ち上げ打ち下ろしあるんだし、うん、クラブの特性があるんだし、うん、って思っちゃう、うん、まあ、いろいろやるのは必要だよねということで、三好さんいろいろちょっと試してみてくださいということでいいかな。はい、質問以上です。ということで、1日1本動画、ショートバージョン長めにやるか。ロングバージョンじゃなくて。なんて、でも、あれ、動画の方なんだけど、本数が一番多いのは知らなかったです。いや、そりゃそうよ。基本的には多いよ。他のだって YouTube チャンネル毎日上げてるとこ少ないもん、もう最近なヨゴさんのところ上げてるみたいだけど、うんうん、あと雷、あ、かもかもしんないあとなんすか、あとはなんか、いや、まあ、やっぱり1週間に1本とかそういうとこも多いしね、うん、まあまあ毎日上げてるとこもあるけど、まあだから1日1本目安に頑張りますで、いいよね、はい、うん、さすがに2本3本になるとちょっとしんどくなる。土日は2本あげてたんですもんね。そう、昔はね、はい、土日は2本とか、あの、短い月の時は、まあ、あの取れ高がいっぱいある時は、はいはい、あの昼と、はい、昼間と、ね、夜、ね、夕方とネタ的な言い方、そう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 、うん、もう今本当にもう練習場しかないから、うん、あんまり俺 の、 あのスイング動画流してるともううぜえとかさ見たくねえとかさコメント来るじゃん、もうちょっとモチベーション下がっちゃったんだ俺もうそういうの言われたからさ、もう最近は 言わないけど、もうそのモチベーションないからさ、いや俺もだって宮下さんでアプローチ下手みたいなことするわ、え、いやだってそれはしょうがない、俺神業を持ってんだ一発で入れるとかもう視聴取れないやつも流しまくるか逆に、いいじゃないですか、そういうのもありだよな、うん、ファン専用で、いやだってさ、チップインチャレンジあるじゃん、はい、まだ4回か5回しか上げてないのに、はい、まあ、3000回ぐらいしか行かなくなったんだけどあのパート10まであるからねこれいつ出そうって考えちゃってんだよパート10もう10までいってない、10いったら多分1500だわいいよ1500だろうと、なんだろうと、もう俺自分のエゴでやってる僕が宮下さんのなんださんの打ち方っていうやつが、あれ10だ、あれ10だ、あれ 10番目だから解説が面白いんだけどな、まあ、ということで、まあ、ぼちぼちやりますということでいいね、はい、はい